多様なライフスタイルで輝くキーパーソンたち。東北新潟のきらこしパーソン。秋田市千秋公園、大正建築の旧割烹を舞台に開催される秋田舞妓劇場。裏方として舞台を支える彼女が今回のきらこしパーソン、飯村さとみさんです。秋田美人の語源にもなった川端芸者の伝統復活に貢献、女性活躍の場を広げようと奮闘する彼女の魅力に迫ります。一言で言うと何でも屋みたいな感じかなと思います。基本的には裏方の業務で、企画だったり営業広報などなど何でもやるんですけれども、それ以外にも地方っていうのが芸者の一種なんですけれども、演奏や歌をする芸者のことで、その地方と裏方の運営の二刀流を目指しているので。国際教養大学に入学し留学経験もある彼女がなぜ秋田の伝統を支える仕事を選んだのか。インターンというか秋田舞妓の見習い生かをし始めたんですね。でその時に日本舞踊とか茶道とか着物とか畳とかいろんなものに触れて、それまで海外っぽい環境にいた分、なんかすごく衝撃が強くって、日本のものってこんなに綺麗なんだみたいなのになんか改めて衝撃を受けたんですよね。かつて秋田の繁華街を彩った川端芸者も担い手不足で一度は途絶えることに。伝統を引き継いだ秋田舞妓は文化の継承にも力を入れています。お座敷の他に、劇場公演、観光のお客様だったりお子様だったり女性だったり、普段料亭に行かないような方が見に来てくれています。若い女の子たちが私も踊り習いたいとか踊ってみたいっていう声がすごく多くて、まず講師が若ゆお姉さん、レジェンドの若ゆお姉さんで、秋田舞妓と一緒に学ぼうっていう塾なんですね。でもちろんその踊りも教えるんですけど、それプラス、和の作法というかいろいろそういうなかなか他では習えないようなことを一緒に教える。実際は本当に文化的なもので、綺麗な着物、綺麗な例えばかんざし、そして綺麗な踊りとか、そういうのって本当に和のなんていうか教育の一つとしてすごくいいことなんじゃないかなって思ってて。さまざまな困難がありながら秋田舞妓の発展に貢献しているさとみさん。そんな彼女の仕事観を変えたターニングポイントとは。女性がこう活躍できる仕事である分、その女性ってやっぱり例えばいろんなライフイベントがあるじゃないですか。結婚とか出産とか、仕事と私生活とのこの両立って結構本当に難しくって、私が最初、出産した後にベビーベッドを事務所に置かせてくれて、もう三味線の稽古してる間なんかここに横に転がしてなんか寝せてるみたいなのを皆さんが許してくれて、なんか手伝ってくれたおかげで育休後もフルで復帰することができましたし、貴重ななんか奇跡的な体験をみんなにもしてほしいなっても思ってるし、幸せになってほしいなって思うので、経験して経ていきながら仕事も頑張っていけるような、そういう仕事に作っていけたらいいなと思ってるんですけど、なんか多分それができないとこの担い手不足問題はなんか解決しないんじゃないかなとは思ってますね。劇場終わりの舞妓さんにさとみさんの存在について聞いてみました。さとみさんがここにいてくれなかったら、なんかここまでいろんなことに挑戦するできる環境にもなってなかったと思いますし、さとみさんのポジティブさがみんなに伝染して、なんかコロナで大変だった時とかもみんなで笑顔で乗り切れたんじゃないかなって。落ち込んでしまった時とかもこう明るくなんか励ましてくれたり、この間お披露目したばっかりのその舞妓たち2人いるんですけど、そういう子たちにとっても多分頼れる、安心できるような存在かなと思います。最後にさとみさんが愛する秋田について、その理由を聞いてみました。
なんか秋田って本当に行きやすいのでそういうなんか若い人がなんか新しいことチャレンジしたいとか、なんか自分でこういうことやってみたいとか、なんか私たちみたいな会社で一生懸命こう頑張ってる子たちとかってすっごく応援されるんですよ。年配の方とか先輩たちからすごく、なんていうのかな、こう秋田弁でこうめんこめんこされるというか、めんこめんこされるなんか世界なので、なんかそういう頑張る人はみんな輝ける場所なんじゃないかなと思います。